親や教師がすべきことは、子どもの権利をあらかじめ奪うことじゃなくて、子どもが十分に自由を行使できるように手助けをすることではないかと思います。子どもの権利条約に福岡県久留米市で開かれた子どもの人権や校則について考える講演会。講師を務めたのは、全国から校則問題などの相談を受ける後藤富一弁護士です。後藤弁護士は、合理的な理由がない、いわゆるブラック校則に悩み、不登校になった学生などの支援を継続して行っています。勝手に大人が決めた服のせいで、学校に行けないっていう生徒がいるんだ。あの無茶苦茶な校則を作り上げてきたのは大人なんです。だったら子どもの意見聞くまでもなく大人が反省してもうやめます。なんでそれができるのかっていうことだ。福岡市教育委員会は今年2月、ブラック校則の見直しはすべて完了したと発表しました。しかし、例えば靴下の色が白一色だったのが白と黒と紺とグレーから選べるようになったとか、なぜそもそも靴や靴下の色を指定しなければならないのかというところの見直しまでには至ってないということを痛感しました。本当にその自由な形で子どもが意見が言える雰囲気まで含めて提供しないと、本当の意味での子どもが参加しての校則のその検討にはならないと思っています。生徒主導で行う校則の見直しとはどういうものなのでしょうか。実践している中学校が古河市にあります。今数学の授業が行われていますが、私服の生徒は積極的に手を挙げています。古河中学校です。教室では私服の生徒のほかに制服や体操服などさまざまな格好をした生徒が授業を受けています。月に2回、第1、第3金曜日に自由な服装で登校することができます。いつもは制服だけど、なんか普段着る土日とかに着る服を学校に着てきて嬉しい。それはみんなに私服見てもらえるのと、やっぱちょっといつもと違うんで気持ちが高まりますね。去年7月に始まったこの取り組み、生徒や教職員、そして保護者が校則の見直しを自分ごととして捉えるために続けています。フリーウェアフライデーで自由に着る金曜日っていう意味で名前をつけました。制服でも私服でも部活動着でも体操服でも何でもいいですけど、その自由っていうのには責任が伴っているから、 TPO 時と場所と場合に合った服を着て自分たちで考えて着るっていう機会を設ける。このフリーウェアフライデー、制服を着ることが苦手な生徒も登校しやすくなるきっかけとなっています。大丈夫？うん、大丈夫ね。今日はカレーを食べて帰りますよ、ね、よかった。古河中学校では去年7月、生徒会が生徒、保護者、教員に対し校則に関するアンケートを実施。さまざまな意見を踏まえた上で、教員はほとんど関わらず、生徒会を中心に新しい校則を作り上げました。従来の校則には髪型や眉毛に関する規定、靴や靴下の色の指定など多くのブラック校則が残っていましたが、見直し後は学校生活に適した髪型、必要に応じて眉毛を整えてもよい、学校指定以外のカバンでもよいに改善され、靴や靴下の色指定もなくなりました。生徒がいろいろ自分で考えて、生徒会の子たちとかがですね、まあ、いろいろ決めてこうした方がいいんじゃないかっていうのを作っていったのはすごい良かったなと思います。新しいことですね。自分たちも、まあ、校則の意味について子どもたちに考えさせられた部分があるかなというふうに思います。
私たち大人が柔軟であるっていうことがやっぱり子どもたちの将来につながっていくと思うので、私たち自身も時代の変化に応じて、まあ、常に学び続けることが大切だし、この見直した校則から新たに見えてきた問題があると生徒は話します。校則が緩くなった分、まだその部活動とかの時ではマナーチェックとかで一気に爪とか前髪とかチェックされてたんですけど、今年は髪の毛の部分がなくなったので、その爪が長い人が結構増えてて、爪それで体育とかやったら危険になるから、そういう身だしなみ全体的にその制服の着こなし方とか体操服の着こなし方とか、そういう部分でちょっと生徒会役員で発信していきたいなとは思いました。